いや普通にさパスワード入れてくださいって画面が出てきて、ちょ、やだよ。結構なトラップじゃねえか。見てて。あ、俺が喋んなくてもいいのか、こいつらが喋ってるから。チョコヤマ作次郎、この茶番はなんだよマジで。頭突きだ、電波人間の頭突きだ。この茶番は何？いや、あんま茶番に対して突っ込むことが野暮だけどさ、でもなんだよこれ。まあここから入った人もいるだろうからな、でも茶番いらねえだろう。いや丁寧だな。いや改めて言われるとね、うん、分かってないところも俺もあると思うし。大丈夫？ちょっと俺の名前出ないよな。ああ。あ、ちょ、名前がない。おい。名前が。おお、なんだよ。名前ないんだけど、 B 連打したらさ、お、伝説の装備。あ、これあれ、これフリーの話か、伝説の装備の。あ、やっぱちゃんとニュー電波人間 RPG フリーだから移植じゃないんだね、新作なんだね。当たり前だったけど。え、名前付け直したいんだけど。なんかそんな、拒否権ないのか。確かにはいといいえってさ意味ないけど、ないと。お、動かせる。ちょっと待って、俺の名前どこだよ。ちょ助けてくれ。7死じゃねえんだよ。10文字かこれ。え、まあまず覇王ってやりますね。でちゃう、話じゃなくて、これには羽島京四郎って名前があるんだよ。覇王って打って、こう始ま、これできる？これ漢字いけんの？それ舐めすぎ？
死で出る。武士の死。はあ、安嶋京四郎ということでね、朗報ですね。よし、はい、できた。すごっ、え、これどうすんの。勝手に仲間集めていい。ちょい、これ多分勝手にやってると多分もういないねって言うんじゃなかったっけ。おお、やっぱりこれがこもってんな、こいつ。強馬ちょっと回復ですね。メモをつけて加える。全員仲間にしますよ。雪虎色がかぶるなぁ。おお、あ、回避率ゼロってことはこいつ一番体でかいのか。わかんねえけど。え、別にもうパーティー入ってんでしょ。触れ合いするか。多分1回だけだよね。おお、まあ音楽もまあまあといった。メモが書けるよ。まあそんな感じでいくか。話聞きゃいいんだっけ。すごいお宝がある洞窟。名前かなり適当なのか。はい、あー減った。あ、1時間で回復するのか。あー、この音楽いいね。何も覚えてない、電波人間のこと。マジで。なんか俺実況できないかもしれねえ今日。あの商人がいっぱい集めてんのか。ここら辺なんかない。おお、なんで早速見つけんだよ。ちょ、あれはなんかすごそうだから。まあ電波人間やってるとそういうとこに隠し通路あるよなって思うけどさ。大変そうですね。あれ、アテレコしてみる。ちょ、アテレコをうまくね、
昔は息子と3人で暮らしてたのよ。ずいぶん前に出ていてしまったんだけどね。今はどこでどうしているのか、外の人たちみたいになってほしくはないわね。ちょ、下手なアフレコとかやめ、アテレコやめた方がいいけどさ。いや、でもね、ちょっとやってきますよ。最近そんな字じゃない。最近どういう声で行けばいい、こいつ。まあいいか。最近急に変な奴らが現れて家の周りをうろつくようになった。ヒーヒーじいさんの代からここに住んでるが、こんなに騒がしくなったのは初めてだ。せっかく静かでのどかな場所だったのに、外の奴らがうるさくて夜も眠れやしない。あー、もういい。俺が悪かった。あー、ちゃやめてくれ。俺物色したいだけなんだよ。あ、寝れるわけじゃないと。お、調べられる。行き止まりの暗闇、閉ざされた壁を触って戻る。お、なんかめちゃめちゃ大事なヒントじゃねえか。なんて書いて。行き止まりの暗闇、閉ざされた壁を触って戻る。まあね、ちょっと一応写真撮っとくけど、こっち先行っていいのかな。閉ざされたカビ、あ、は、あ、たぶん閉ざされた洞窟、壁を伝って戻る。わかんねえな。まあ、たぶんこれダンジョンがこう出てくるってことか。じゃあ、あんまやんない方がよかったな。多分こうダンジョンから出てきたらそこに繋がってるよみたいな、ネタバレってこと。全て失う。あー、こいつモンスターじゃないか。まあ一応家って言っとくか。ちょ、あの、ようあった、またあったな、冒険者。宝箱には種類があるって知ってるか。いいえ。茶色や赤色の宝箱は一度だけしか中身を取れないが、緑色の宝箱はステージに来るたび取れるぜ。そして青色の宝箱は冒険のゴールだ。開けるときはやり残したことがないようにな。そんじゃ、いい冒険してこいよ。恥ずかしいね。お、棒だ。誰に着させる。手に入れたものをすぐは装備できない。あ、できはする。誰、なんか、あ、ちょあれ、パーティーのこれを12。あー、やっぱ主人公がちょっと全体的に強くない？でも回復死んだらきついか。なんでも回復ってそんな AP ねえしな。そんな主人公優先にする？まあ主人公にしとくか。顔じゃない、服。そうだね。なんか電波人間の面白いとこってやっぱ地味なさ装備のくせにすごい強いのがあったりするんだよな。先制攻撃のチャンス。総攻撃って
おー、いい音楽だ。音楽ストライクだ。装備誰、まあ次は順当に、え、ちょ、強かったりしない？あ、据え置き、あーでもちょっとストライプの方が上がるのか。じゃあお腹すいたな。あー、こいつダメだ、こいつらそうじゃん、こいつは振りほどけないタイプか。なんか直進行動するやつはね、一旦やり過ごせんだけどな。お、レベルアップ。この音この音この音よ。うわ、めっちゃ上がんな HP。 あ、そうでもなかった、俺がちょっと一人目見てなかった、上がり幅ごめん。ちょっと敵、おい、ま、いいのか、何に切れてるか分かんないけど、いやでも切れるだろう2連戦って。お、傷薬、傷薬の見た目って出たことある？ちょ、拡大してくれ、見たい、ね、名前レア度、あ、リポビタン D みたいなやつだな。うん、コータのさっき俺が見落とした、あ、ステータス見るときどうすんだ、特技、特技じゃなくて装備で、ちょ、ま、上がり幅はそんなだな、他のやつの方が上がってる気がする。アンテナパワー、あ、俺宝箱開けた、うん、細い道進むか。お、金の宝箱あるじゃん。結構入り組んでるな、初めてのダンジョンにしては。ジェリーマウス、お、アカシアン連戦かよ。お、先制攻撃のチャンス。基本的に頭突きで勝てるからな。このゲームどっちかっていうと準備ゲーなんだよな。なんか属性攻撃ができる腕装備、グラブってやつ、グラブなのかなあれ、わかんないんだよ。そう、グローブをグラブって略してんのか、俺がちょっと常識がないから何の話してんのかわかんない。グラブって何。はい、逃げた分だけ敵はいなくなってしまうぞ。適当に答えすぎてんな。あー、ということはやっぱ出る敵の数決まってんの、やばくない？え、結構スタミナ性でそういうことする、いやスタミナ性だからこそそういうことをするのかもしれないけど、悪劣非道じゃないか。この間なんだよ、なんかレアドロップあるかと思っちゃうじゃないか。お、素早さの靴、おー、誰の素早さを上げた方がいいかっていうのはその分かんないよね。一応別になんかすごい上げても、こいつクソせえな。え、結構どっちがいい、あ、でもだってさ、回復薬がもし回復したかった時に遅かったら良くないから、まあ吐かしときますか、一応気休めだけど。え、でもどっちにする、でも復活があるんだよな。
活の方が大事だ。え、じゃあちょっと復活か、みんな復活かと思った。いきなりそんな強いやつ、まだ持って、すごい適当にゲームしてんな。おお、めちゃくちゃいるじゃん。え、ピンチじゃない？え、え、結構やばいと思うんだけど。ジェリーマウスが弱いからまだいいけどさ。お、来たー！クリティカル！初クリティカルだ！来たー！え？何今の？なんか、ジェリーマウスのくせに生意気だぞ。マジで。普通にボコボコにされたんだけど。死ぬて。メロンだ。ちょい。はい。攻撃力30、32、35。やっぱ強いやつに強くさせたくないか。おお、その前にちょっと一回アンテナ使っていい？怖い。38？ちょ、なんか雑かな使い方。お、これ先制攻撃しないとダメだな。ボコボコにされる。結構やばいかもしれない。あと早い吸血キャットがやるなよ。あれ、あのなんかやばいやつやるなよ。14ダメージで、舐めてるとなんかそういうことしてくるよな。恐ろしいわ。やっぱ最初初回の島のくせにちゃんとスタミナ減るんだよな。なんでお前、おお、レベル25いる。絶対無理なやつじゃん。私は洞窟探研究をしているものです。お宝の噂で多くの人が集まっているようですけど、この洞窟はなぜかお宝へ導くように印がついてますね。炎のある方へ行けば お宝へたどり着くと思うのです。あと床にある緑の苔にも導きを感じますね。でもこういう印があるってことは誰かの罠なのではないかというのが私の結論。え、お前を信じればいいの？ね、罠って普通に、え、初回の冒険でボコボコにされる可能性があんの？あんな奴らに。レベル22の、なんか、グロックトードだっけ？なんだっけ、こいつら。フロッグ、ドロフロッグみたいな奴ら。お前が持ってんのか。え、よく考えろってどういうこと。うわ、なんかもう、え、どういうこと。よく、ここで使わなくてもいい可能性があるってこと。ちょっと待って。え、回復ポイントあったのに回復しちゃったじゃん。まあいいか。団子ボーイ。うわ、ボーイだ。見たことあるの？突進小僧に乗ってるやつじゃん。ああ、死んだんだ。7。傷薬。結構最初からなんか、え、今、団子ボーイだった？パイン、ボムパイン。絶対やばいじゃん。早くない？あ、君を踊るの？お前。ボムのくせに。来たー、クリティカル。え、で、まだ？あ、あとちょっとか。またクリティカル。無駄クリティカル。お、12。アンテナパワープラス2。アンテナパワープラス4。え、これ取っていいの？あ、ジュエル。
でも結構最初のさ男女にしては意外にやれるな。団子ボーイたちか。やばいやばいやばい。ああ大丈夫。なんか死んだかわかん、ガトリングつぶて。普通に痛いな。結構強くないか最初にしては。なんかチュートリアルかこれ。もっとぬるかったよ。やだ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 、来ないで来ないで。ちょっとちくそ、これなんか急振り向きできないんだけど、ターンみたいな振り向き方ができないんだよ。7やばーいか、まだ大丈夫か。これが終わったらか。ちょい、あーやばい、死ぬ、やめて。いやー、そんな急に。あー経験値入んねえ。うーわこの遅れはひどい。あ、今雪虎やばいぞ精神的にも。この遅れ見覚えあります。俺が剣道部の時に2級審査落ちた時くらいこいつ焦ってるぞ多分。みんなにこの経験値17分ですよ、遅れを取ってる。あの時のこの感じみたいな、こいつ今抱えてるぞ。俺がメンタルケアしてあげないと。え、敵強いんだけど普通に。あ、やばい、誠回復しない。俺はいつ回復すればいい。ちょっ、あと敵が早い。やめてくれ。敵が強い。あー遅れてる。雪虎ごめん。俺の判断ミスが。その雪虎。それも俺多分この顔みたいなやつ一回仲間にしたことあるんだよ前作かなんかで。え、敵強いぞ。え、本当に最初のダンジョンか。なんかちょっとね、こうエリクサー渋ってらんねえな。エリクサー症候群の俺が。え、これ全部使えってことなのかな。黄金の泉みたいのがあるけどさ、え、結構大変だよ。俺あんま床の印全然見てないんだけど。あ、ここにもなんかある。 あるじゃねえかよ光が。黄金の扉って何よ。なんかお、テレポーター炎。シャランラン、シャランランラ、デンツ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 、ウォウォウォウ。こう、やけど耐性と非耐性が上がるんだよな。どっち、雪虎も死なせたくなくない。え、いや、まあ、誠につけるのがいいと思うのよ。でもその誠体力があるしな。弱いな雪虎。外れやんこいつ、クソ弱いな。え、でも俺は言ったもんな、さっき申し訳ないって雪虎に。でここあの基本火属性だから多分こっちの2つの2択なんですよ。服は、炎は。そう考えると、でも雪虎に食材のためにね、もう雪虎に着せますよ。
ちょ、AP 回復しなきゃいけなくない？あ、でも、え、次ボスか。で、黄金の鍵って何なの？なんかもっとどっかで、こ回復した方がいいの？これ絶対ボス戦だよな。怖いんだけど。ボス、あー！やめてくれよ。行くな！まだ回復してないんだよ。いや、ボス戦っぽかったけどさ、ワンチャンボスじゃないかもしれないじゃん。ああ、やだ、負けたくない。一回帰らして。いや、一旦引こう。回復の光。別にいいんだよ。別に戦うから。一回タッチして戦おう。いいえって言っていいですか？いや、いいえ。そうじゃないんだ。貸すけど。え、ちょ、あ、おー。断っといてよかった。え、でも別に回復する意味ある。まあ、あるか。はい。よし。あるし。なお前。ちょっと待ってくれ、大丈夫か？え、お、ちょっと待ってくれ、いや、買いたいんだけど。え、どうする？いや、なんでも、俺課金嫌いなんだけどさ。記念に課金しとく？いや、でもこいつが、いや、そんな、お金がかかった、本当はこれ全然お得じゃないみたいなトラップしないよな。そんな、さ、そういう立ち悪いことしないよな。なんか、こいつ、立ち悪いんだよ、顔が。もっとなんか、なんでこんな、なんか、負い目でも感じてるのか、こうやってジュエルを。売るということに対してなんか、じゃなきゃこんな目つきの悪いやつに売らせないだろ。早いんじゃない？早いってどういうこと？でもスタミナあるじゃん。スタミナがもったいないじゃん。なんで言えって言わなきゃいけないんだ。よくわかんない選択肢の意味が。安をパクなんかキラーンってなってる。いいな。鼻は光ってないんだな。いや、鼻は光らないな。すげえイチゴっぱらだな、こいつの鼻。ちゃんとスキンケアしろよ、マジで。うん、マジで。安をパンク12が来るの、いつか。いつか21って。え、ちょっとみんな目伏せててくれよ。いや、ちょっとね、うん、ちょっと待ってくれ。どうしよう。え、でも買うの早いってことは、はいってことは、じゃあまた後でも、どうすればいい？ちょっとみんな伏せててくれ。あ、ちょ見上げててくれ、天井。あの、決済するから。150円だったらね。ちょっと待ってくれ。なんでいいえって選択肢なんだよ。なんか、まあ、はいで連覇するのは良くないからな。はい。おい、任天堂eShop。大丈夫、映ってないよな。めんどくせえんだよ、いちいちやんのが。安尾パック。え、課金中になっちゃう。クレジットでいける。俺、番号。即分の。めんどくせえ、スマートフォン持ってこなきゃいけない。
集中力を高めるために舞い上がって、いや買わなくていいと思うんだけどさ、別に。いや記念で、いや怖いな、どうする。いや俺がこの課金した未来、ここでさ課金してしまって俺の未来が変わったらどうするんだよ。廃課金者になってどうする。全てすっぽかしたら、すったらやばいぞ。こういう150円くらいってところから始まっていくから、うん、恐ろしいんだよ。買う意味はないと思うし、そんなにお得じゃない可能性が全然あるのに。あ、買っちゃった。あ、モンスターに負けたらどうなんだこれ。え、そんな怖いことある。え、150円払って何もくれないっていうのあるの。やだなそれ。そんな恐ろしいことしないよな。あと俺ちょパンツ履いてないんだよな。ギリ出てないよな。チンチン出てない。よし戦いますか。背中見せねえな。その毒沼あるし、毒沼だから踏んだらダメージくんだよ。なんだよこいつ。なんかあれだな、なんか錯覚の絵みたいになんかずっと俺の方見てくんだけど、そんなに見なくていいだろ、ずっとこっち見てくる絵みたいな感じ。そんなに、なん毒沼あるしな。ちょ、毒沼嫌だからちょ行くか。ああそういう、そういう感じじゃないのね。ああそういう感じじゃないのか。 A で戦うのか。ちょっと待って、一回隊列を直したい。こうやっていってかっこ悪いからね。え、囲んだ感じでやる。こうやって、あ、やばい、隊列崩れた。こうで、こうやってこうやってこうぐる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 してた。こうならない。お、よしやろう。初ボスバトルです。いやーないでか。違う、これじゃない、これじゃない。掛け声はお願い、僕に力を貸してよ。おう友よ。どうしよう。お願い、僕に力を貸してよ。任せろ。よしやろう。丸っこいドラゴン。021ってなんだ。一瞬オナニーに見えたんだ。昨日はオナニーの日だったけど。お、なんでそれ。そんな感じ。ロックゲーター、もう総攻撃するしかないんだよな。噛みつく。あ、なんで死ぬよ。ちょっと待てよ。ずるいぞ。危険ってやべえって。ユキトラ7、ロックゲーター。おお、まあまあまだ。ユキトラに行け。ああ。お前。ユキトラ、ちょっと今度こそお前を殺させはしないぞ。おい、やめろって。まあよかった。そんなひどいことはしてこない。ちょっときついな。痛い。早いんだよこいつ。やめろ。今日馬が死ぬ。よし、危ねえ。ロックゲーターの証。
結局黄金の鍵は使わなかったけどいいの？なんでと思った？あ、欲しいからってこと？あ、ここキラキラもう一回できるのかと思った。え、黄金の扉って何？開けていいの？開けるよ。なんか宝箱あるし。な、一個持って、開けない方がいいのかこれ。いや、でもなんかこう次のステージだともっといいアイテムがあるみたいな、なんかいやそういう罪みたいな、そんな意地悪なことしか出まけます。いや、まあそういう不確かさも楽しんでいきたいじゃん。攻略も見ずにさ、大事なゲームだからこそ。300ゴールド、お金だけか。でも900ゴールドでかくない？倒してきたよ。どこにあるか知らんけどな。これ使わない方が良かったんじゃないのか。でも900ゴールドもらったぞ。あれでも、お、これ倒したよ。クリアしたよ。電波人間あるある、最初の洞窟に強いモンスターいがち、ね、強いモンスターいるけどまだ戦えながち。もし戦えても、あ、もうあいついね。150円で記念で買いました。うん、人生初めての課金よ。いや、最近ファンパレパス買ってるけどさ、あれは違うじゃん。募金みたいなもんじゃん、ファンパレに対する。呪術廻戦ファントパレ伝説の巻物。え、そういう背中装備なかった？力の巻物、守りの巻物みたいな。力の巻物プラスね、ゴン太なんだよね。うんこみてえに言うねん、ゴン太って。はあ、なんか最初のダンジョンにしてはさ、結構あれだね、装備いっぱいもらえてない？オッケーチャボ。あー、モンスターの証、一つのダンジョンに、へえ、青妖精のブローチ、こう言ってたね、そんなんがあるって。どうもどうも、私商人しており、どこかお店を開店できるいい場所がないか探しておりました。そんな折に金子様に。金子様？俺の本名じゃねえかよなあ。うん、あ、違う、商人の名前が金子なんだよ。お前やめろよそれ、トラップじゃねえかよ。俺金子なんだよ名字。なんで俺の名前、羽島京志郎って入れたよなって思って。くそ、顔今すごい熱いんだけど焦って、はっ、なんこいつバラしてきてんだって思って。俺がバラしちまったじゃねえかよなあ。ふざけんなよ、なんでこんなの名字バレんだよ。不具合読みます。不具合のお知らせ。いつもに、いつもじゃない、今日初めて遊びました。いつもその刹那とか今の一瞬の解釈の話になってくるけどね、1秒単位なのか 0.1 秒単位 0.01 秒単位、その刹那の解釈、今の解釈によってもう2秒遊んだらもういつもかもしれないけど、今日初めて遊んだよ。何がいつもだよ。いや、2回目は確かにチーターとかなんかさ、そういうフリークしてるやつはなんかこうさ、前日に遊んでるかもしれないけど、そういう嫌味を持って言ってんのかもしれないけどさ、そういうお前らのおかげでバグが見つかれたぜみたいな、なんか、うん、俺はそうじゃないから。不具合のお知らせ。いつもニュー電波人間の RPG フリーをご利用いただき誠にありがとうございます。現在下記3件の不具合があることを確認しています。電波人間ボックス以下の操作をした場合、通信エラーとなりタイトル画面戻されます。まあ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 、やっぱね、そういうのありますからね、最初期ですから。結構バグ多くないか。電波人間ボックスで検索を行う。2表目以降に切り替えられた状態で電波人間を入れ替え、このような操作をされますように。どういうこと ?1112。電波人間でボックスで検索を行う。
2部屋以降に切り替えられた状態で電波人間を入れ替え、このような操作をされますように。まあまあやりそうだけどね。水やりにで以下の操作をした場合にタイトルにフルーツの種をまく。まく？もうそこから全否定。もうフルーツの種まいちゃダメっていう、あのメロンってやつですけどね。あ、いや、あれフルーツの種じゃないか、わかんない。目の状態からフルーツに変化する直前に回収する。目の状態、まあそれもよくない。回収した種を再度まき、水やりを数回行う。タイトルに戻されますが、再度プレイを開始すると回収した種は島に実った状態になります。どういうこと？無限増殖ってこと？でこれ操作中に通信状態が不安定になるとアプリが終了することがあります。再起動することも問題なくプレイできることを確認して、通信状況が安定する場所でのプレイをお願いします。これらの不具合は次回のソフトウェア更新に修正いたします。ニュー電波人間 RPG フリーをどうぞよろしくお願いします。はい、もう言っとけよ先に。なんだお前マジで。誰だ金子って思ったの。なんで俺の名前がわかんだよマジで。ウヒじゃねえよ。お前のせいで個人情報バレたじゃねえかよ。おかげさんでお客さんの持ち帰ったお宝でがっぽり儲け。いや、あ、いや、下本はなんか違うか。エロの時か。私しばらくこの島でお客様の冒険のお手伝いをすることに決めました。お互い頑張りましょうねウヒってことね。そういえば持ち帰られたお宝の中から伝説の装備について書かれた書物を見つけました。ただいま解読しまして少々お待ちください。ところでヘンテコな当屋ショップにある知人に腕利きのデコル職人にご紹介しましょうか。お会いになって相談してウヒ。やべ、主人公に俺の名前呼ばれてる。どこにいんのデコレ職人。お、釣りできんじゃねえかよ。ショップ行くぜ。なんでお前が商人か。おう、おう、なんかいっぱいあんな。気持ち悪い画角だな。ハートのチョーカー、ゴーストバスター、証ドロップ率 50%。 何円？1ジュエルかよ。なめんなマジで。火のお守りジュエルか。結構立ち悪いな。力の腕は攻撃力9。ジュエルってそんな序盤にこれ水攻撃もできんの今回。え、お守りグラブじゃねえんだ。水攻撃できるのか。非耐性3も上がるんだ。まあ、ジュエルだな。これ別に買わなくていいと思う。完全復活薬 S。 どういうこと？倒れた仲間全員1J。 え、結構鬼畜じゃないか今作。こんなに火のお守りごときでジュエルを催促してくるか。いや確かに1個もらったけど、ああこれで売れるよと。あ、テレポーター、あー高いな。鉄の竿、魚に与えるダメージをってない。まあ、別に魚の釣り餌やんなくていいか。あ、釣りポイント装備。おー、すごいな。漁師の服、シュノーケル、ブラインド耐性、水耐性に、漁師の釣り針、水属性、雷属性プラス1、水属性プラス1、プラス水浸しプラス3、急所好き。ああ、やっぱこれが一番。これ背中装備、え、なアイコンないの背中装備かどうかの。スクリュー、加速、加速ってなんだっけ。多分ターンごとにどんどんスピードが上がるみたいなやつだっけ。突然死体性、漁師の服、シュノーケル、漁師が大体受け継ぐ一子相伝の仕事道具、
長時間潜っていても楽々、漁師の釣り針、漁師が代々受け継ぐ一子相伝の仕事道具、針先お子様にも安心な丸みを帯びたフォーム。これどこにつけんの？口？顔？首？漁船？あ、漁船が背中か？なんだこれ、多分こう漁船装備ってあれだよな、浮き輪装備みたいなやつだよ な、お腹の周りに船みたいになるやつだと思うんだけど。漁師の森、実用品ですが禁止区域では使ってはいけません。ん、同じなんだよ、さっきからずっと上の一文だけど。スクリューの羽はあくまで飾りです。なのに加速できんの？気持ちで？思い込み？これを着れば心はもう漁師そのもの。防御力が上がりますね、30。あ、釣り、あ、え、お、竿もポイントでもらえるの、カーボンの竿、自在の竿、魚の暴れ時間を 60% 軽減、魚が糸を引く力を軽減、一撃の竿クリティカルハズプラス 10% の確率で魚がサイズアップする、呼び寄せの竿。ほう、おもろいやないですか。あ、お前買い取りか。なんか入れない。ションベン行ってきたいんですけど。え、でもなんかもったいなくないか。これデコレ職人に会いに行こうみたいな。はあ。ションベン行ってくるわ。じゃあパート1終わりにするか、ションベン行ってくるから。